はい、こんばんは、スプリンター10回です、えー。今日も動画を上げていきたいと思います。はい、というわけで今回、こちら、トレッカーさんよりまた、えー、くじ福袋系が届きました。まあちょっとね、そろそろ福袋っていう表現は、まあなかなかおかしいので、袋系ですね。はい、失礼しました。<laughs> 開けていきたいと思います。今回ね、ちょっと、小口です。まあ別に、あの、学習を逃れたいわけじゃないんですけど、その時にね、 売られてたのがこれっていうことではいで個人的に今あのフロンターレ川崎フロンターレを応援してるんですけどヴィッセル神戸戦をホームで等々力競技場見に行ってきました、えー、前回浦和戦を見に行った時は負けたんですけれども今回見事勝利しということで、えー、ものすごい盛り上がってきましたそれでちょっとテンション上げてい、ね、きたいと思います今回買ったのがこちら鬼袋という系統でここに福袋って書いてあるんだよね ちょっとそれがねどうなのかっていう、えー、2000円1口2000円の小口ですでトレッカーさんの当たり外れがバカみたいなの紙袋系ともあればこういったね缶これで言えばホロ袋あの鬼袋っていうちょっと当たり外れがそこまで激しくないけども当たりは入ってるよっていう割と良心的なパックになります で今回ちょっとツイッターを覗いたんですけど当たりだと「冷え」「解」「陸」「解」「長渡」「解」「金剛」「解」などちょっと解系が入っててまあ外れでも「長戸さんや「ホロ」「戦艦系統」入ってますよっていう形だそうですはいというわけなのでこちらですね鬼袋割とちょっと何て言うんでしょうね小さくってすごい分厚くないので なんていうかハズレとかそういうのまだ全然考えてないんですが薄いとまた逆に不気味ですね。<laughs> もうね感覚麻痺してます。いろいろ買ってもまあ動画取り留めてるので、まあ、一気にというかちょっとねネタがねさすがにそのボン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 ってなくなってきちゃうんである程度感覚を分けてアップしていきたいと思うんですがまあ基本的に私の動画 WCCF やカンコレの。 開封動画と思っていただいて結構だと思います。はい。まああとはちょっと雑談長いけどね。というわけで早速開けていきましょうか。はい。荷袋。もうちょっとね、見えてるんだよね。これはちょっと水だよね。はい、というわけで、ちょっと見えていたセンターから。先回、伊勢。伊勢さん。このね、もっきり重そうな体。 この時点でちょっともうハズレかなっていうところですよね。個人的にちょっと戦艦系が欲しくって、ただね、ちょっと早くないと困るんですよ。遅いとちょっと避けにくくなるんで。この次ですね。多分一番後ろがプチッカン系になると思うんですよ。WCCAO で言ったら白カードとかね。だからこの間に何が入ってるかっていうのがすごい気になります。それでは。 んなんだこれちょっと自分初心者なんだ <laughs> グラフィック見ただけじゃあ飛龍あ飛龍さんが来ました戦艦とで最後口川幌さんということで今回も見事に爆死というよりかは外れだったみたいですね戦艦の伊勢で航空母艦の飛龍さんということでしたまあ うち加賀さんと何でしょう赤城さんがいるのでちょっと飛龍さんは使わない。伊勢さんもねまあちょっと使ってみたらうん塩感とか塩感、まあ、って言ってもな、ね、<laughs> という形で,で最後大さんという形になりました。はい、というわけでまああれですよあのうんあのあ大きい外れではないんですが一応外れで少し損してるといった形ですかね。はい、というわけで。 今回は伊勢おぼろ伊勢さん、飛龍さん、おぼろさんということでまあ、何でしょう初心者の方が、まあ、自分も初苦労となんてなんて全く言えませんけど最初にカード揃えるときにじゃあポチってみようポチって言うんだったらものすごいいいんじゃないかなと思います。うん。最初のほうなんかね、もう9時間だけでも余裕なのにっていう感じですよね。というわけで今回、えー、トレッカーさん鬼袋を開封しました。 もう少しちょっと期間空けてからまたボンボン買っていきたいと思います。まあ個人的にちょっと、うん、収入とか給料とかそういうのを考えてはいまた買っていきたいと思うのでまたはいご期待いただける方はご期待していただきたいと思います。この動画アップする前か後にちょっとカンコレ系 WCCF のオリパ系を発売したいと思うので販売ね。 検討いただけたたらなと思いますただ自分はちょっとツイッターもやってる関係があってまあそのヤフオクとかの得体の知れないやつを買ってあ,あ当たるのかなこれって最後終わるんじゃなくてツイッターでも利用したいと思うのでまあ当たった方にはできればツイートしてほしいですし、はい、一応当たりの内容なども公開する予定です。だからとりあえずそれは動画を見ていただいたただ方に うん、というふうにしたいのであのー、はい動画の中でまた詳細はおいおい、えー、アップしていきたいと思います。それでは、えー、今回鬼袋ということでまあ当たり内容は一応トレッカーさんからまたあのー、通知はされていたんですが今回もちょっと当たりを引くことができませんでした。 えー、入ってますよーっていう検証にはなりませんでしたが、まあこのような形です。はい、それではありがとうございました。